そびえ立つ夏雲のように胸の高まりを抑えきれずに私を導く新たな世界がほら背中を押すのを感じた叶いそうな何作っちゃおうかな。入れる場所は、いろいろやってみたいな。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。いくかな。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。これでどうだ。やった、できた。行ける場所が広がったよ。よーし。強そうだけど大丈夫かな。そこ
よっ、はぁ、あ、いて正解、連続だよっ、はぁ、あ、いてライザー任せた、そこだよっ、連続よ、はぁ、あ、どいてそこだよっ、いて始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ。よっ。はあ。ついた。よっ。はあ。連続よ。そこ。そこだ。よっ。さあ、始めるよ。一気に行くよ。そこだ。よっ。せーの、連続よ。ライザー、任せた。さあ、始めるよ。そこだ。よっ。はぁ。そこだ。よっ。はぁ。そこだ。よっ。はぁ。いて。くっ。はっ。いて。多分強い。そこだ。よっ。はあ。連続よ。そこだ。よっ。はあ。正解。連続よ。任せた。そこだ。よっ。はあ。よろしく。正解。連続よ。飛んでけ。特訓の成果だ。これでどう？正解。連続よ。そこだ。よっ。はぁ。よっ。せーの、特訓の成果だ。飛んでけ。そうだ。はっ。いた。これとこれ、こっちのも使おう。これでどうだ。正解。連続よ。どうだ。いた。そこ。そこだ。ライザー任せた。せーの、連続よ。どうぞ。いた。さてとはどうしようかな。これでどうだ。いた。正解。連続よ。よっ。どうぞ。特訓の力を飛んでけ。かっこ悪いな。正解。えいた。せーの、えいた。せーの、なところで。物足りないわね。どうしたんですか、ロミーさん。なんかうちの店の品揃えさ、目新しさなくない？
そうかな。他に比べたら結構変わったもの多いと思うけど。甘い、ロイザ、その考え甘いわよ。たとえどれだけお店が繁盛していようとも、そこの店主が物足りない気持ちでいるんだもの。店主が物足りないと感じているなら、お客はもっと物足りなく感じるはずよ。早急に改善点を洗い出さないと、取り返しのつかないことになるわ。はあ、でも改善ってどうするんですか？簡単よ。他の店では絶対に扱えない、うちでしか買えない商品を置くのよ。というわけだから、ライザー、ロミーさんに協力してね。私が？そう、ライザーお得意の錬金術で作ったものや冒険で手に入れたものをうちで扱ってみたいのよ。それはまあ構いませんけど、売れる保証はできませんよ。現代ではほぼ失われている幻の学問、錬金術。その数少ない使い手、美しき錬金術師ライザが一品一品心を込めて生み出す少量生産品。変な売り込みでいけばバリバリ売れるとロミーさんは予想するけどね。みんな絶対欲しがるし、オートの他の店にとってもいい刺激になるんじゃないかしら。え？刺激って？オート中の店を変えるのは君だ、ライザー。そんな簡単に変わるのかな。まだまだ営業中だよ。開発ね。今日は何を売ってくれるのかな。遊びに来てね。営業中だよ。開発ね。
これでいい？ありがとう。この開発ね。これでいい？ありがとう。この用事がなくても遊びに来てね。ねえ、どこに行くのさ。よーし、行く。あれ、もしかして休憩中？ええ、ちょうどお客さんが途切れたから。そうだ、時間あるならちょっとお話ししない？美味しいケーキもあるの。ぜひともお話ししましょう。そっか、このお店のお客さんはほとんどがオートの外から来た人たちなんだね。旅人、商人、タオ君みたいな学生さん、そんな人たちが多いかな。こんなに美味しいお店なのに、ここの人たちは知らないのかな。知ってはいるだろうけれど、入りづらいのかもしれないわね。でも私は今のお店が好きだから、このままでも一向に構わないけど。どういうこと？私ね、オートの外から来た人たちの話を聞くのが大好きなの。私が知らない土地の町や風習、行事とか、そういう話を聞いてるとワクワクしちゃうの。ゼフィーヌさんってオートの生まれだっけ？ええ、オート生まれオート育ちで、オートの外には生まれてから一度も出たことないわ。だから行ったことのない土地の話を聞くとワクワクしちゃうのよ。そっか、ゼフィーヌさんももしかしたら冒険好きなのかもしれないね。それは飛躍しすぎ。私はここで話を聞くだけで十分。そういうわけだから、ライザ、あなたの故郷のお話も聞いてみたいな。うん、私の故郷はエリプス湖に浮いてる空剣島ってところでね、その島にあるラーゼンボーデンっていう小さい村に住んでるの。湖に浮く島、
素敵なところね。もっと詳しく聞かせて。うん、ラーゼンボーデン村は小さい村だから基本的に自給自足で。どの依頼にしようかな。これならすぐに報告できそう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 。材料がよろしくね、ライズ。ねえ、どこに行くの？よし、行く。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。こんな感じかな。何にしようかな。入れる場所は、お、いい感じかも。
入れてから考えるのもありかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。これでどうだ。うまくいくかな。何、ねえ、どこに行くのさ。よーし、行く。どの依頼にしよう。すぐに報告できるね。ねえ、どこに行くのさ。よーし、行くぞ。ちょっとだけや、はあ、寝ちゃわないようにしないと。ねえ、どこに行くのさ。よーし、行く。どんな依頼があるかな。これならすぐに報告できそう。これならすぐに報告できそう。これならすぐに報告できそう。どこに行こうかな。どんな依頼が。これならなんとかなる。材料が足りないか。ライザ、
どこに行こうかな。よし、行くぞ。ザクザクっと。それ。ザクザクっと。てや。どこに行くのさ。よし、行くぞ。てや。えい。てや。ねえ、どこ。よし、行くぞ。取るのは無謀だったかな。そりゃよいしょ。よいしょ。よし、行くぞ。えい。えい。
連続よ。そこだ。連続よ。ライザ、任せた。そこだ。よっ。どいて。そこだ。よっ。そこ。連続よ。ライザ、任せた。よっと、はあ、そこ。僕が行く。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。これならすぐに報告できそう。ねえ、どこに？よーし、行く。この辺で取れる素材もだいぶ分かってきたかな。そろそろレシピ変化を試してみてもいいかも。空剣刀にはなかったものもあるし、新しい組み合わせも試してみるか。何作っちゃおうかな。入れる場所は
何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。何入れよっかな。お、いい感じかも。どこに入れようかな。入れてから考えるのもありかな。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。何入れよっかな。何入れよっかな。
な。Thank you.